トゲは、生物、または、人工物の表面における、硬く頂点の鋭い円錐形の突起のこと。生物体、または、人工物を保護する役割で存在することが多い。また、比喩的に心に傷を与えるような言動に対して、トゲのあるという言い方もする。前者のトゲも、後者のトゲも、必要以上に多いと思われるときは、トゲトゲという擬態語で修飾される。 生物の代表にトゲがある例は数多い。多少とも硬質化した素材によって作られており、表面から突き出し、先端が多少とも尖があったものをこういう。定義は曖昧であるが、円錐状突起でも柔らかければトゲとは言わない。類似の構造で細いものを針というが、その境界ははっきりしない。 表面から突き出した棘はその体を保護することを目的とすると考えられる例が多い。捕食者がその体に触れにくくなり、あるいは食おうとすると口に引っかかって食べにくくなる、などが考えられる。さらに積極的な撃退の役割を担うように、深く突き刺さるようになっていたり、容易に脱落したり、有毒になっている例もある。他に、引っかかることを目的としていると見られる例もある。 ツルになる、バラの刺しはこの両方の役割を持つと考えられる。生物の持つトゲは何かしら体の一部が変形した、器官である。毛が太くなって硬化したものの場合、トゲ上毛といった故障もある。栗の胃が表面が変化したトゲは、昆虫や植物に多い。昆虫においては、肺側の外骨格の一部が突起に変化している。カブトムシやトゲハムシなどカブトムシに多い。 また、付属子にトゲを発達させる例は、節足動物全体に非常に多い。ウニのトゲは骨格の一部である。植物においては、茎の表皮の一部が突起状に変化して枯化しているバラ、実の表皮が変形し異画となった栗などにトゲが見受けられる。おなもみなど果実にトゲを持ち、それによって動物体表に引っかかることで、種子散布の助けとなる例もある。 もともと突起だった部分が変化した棘は、哺乳動物や乾燥地帯の植物などが持つ。哺乳動物においては、山嵐やハリネズミのものが有名で、主に背側の毛が固化してまっすぐになっている。他の棘と区別して、下男とも呼ばれる。巨類では、鱗が変形したものが全身にあるのがハリセンボンである。乾燥帯の植物は、葉が枯れか、濃か、変形して、 塩水状突起になっているものがある。葉からの水分蒸散を抑える保水と外敵からの茎の保護が目的とされる。サボテンなど多肉植物に多く見られる。ただし、茎から伸びる棘が全て葉の変形とは限らない。サイカチやアカシアなどは棘の基部から葉が出ていることから一部の枝が棘に変形したものと判断できる。人工物には保護やファッションのために トゲが付けられることが多い。生物の持つトゲのような円錐形のものは加工しにくいため、先を斜めに切ったような細い円柱形のものを付けられることが多かった。有刺鉄製や鳩湯気などにトゲが使われる。木材や金属、プラスチックなどの製品を切断加工したり、あるいは木材や樹木など繊維質の多いものが老朽化した時に表面の繊維質が剥離してくることで、 トゲが生じることがある。また、主に金属やプラスチックなどの工業製品の加工過程に生じるものの場合、バリとも呼び、切断後の研磨が不完全であったり、金型の作りが不完全であったりすると発生しやすくなる。いずれも往々にして、物が引っかかって破損する、体に接触して、怪我をしたりする原因などになるため、注意が必要であり、研磨ができるものであればした方が良い。 特に老朽化した木材や樹木等の場合、そのまま剥がれた棘が皮膚の中に入り込んでしまうこともあり、往々にして厄介である。ありがとうございます。